さんこんにちは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー楽しく遊んでいきたいと思います。今日はいきなり演奏系のコース遊んでみたいと思います。みんな大好き草花さん、アラジン・ア・ホールニューワールド演奏&アクションということで、もうサムネのジニーの出来からしてものすごくセンスの高さを感じますね。クリア率 38% なので、まあ、演奏系のコースでもやられちゃうことはあるみたいです。あ、キノコがあるんだね。あ、また以前の時みたいに走っていけばいいのかな。こいつは、なんだっけ、アブクーバじゃなくて、なんだっけ、忘れちゃった。敵の名前忘れちゃった、アラジンの。なんだっけ、大臣かなんかですよね、どうせ。摂政とか、そんな感じの。これはどうするんだ。え、待って。どこに行けばいい。ボム兵を、このボム兵を倒せばいいんですよね。え、これを踏む？え、マジで？なんか、かなり強引だけど、来れちゃったけど、これでいいかな？正しい生き方がよくわからなかった。お邪魔します。中間。いやーすごい。鍵扉。この中はなんだ？わお。なるほどね。ジーニーのサムネ。いやーよくできてるなあ。なんか、すごいアラビアンな音が流れてる。こうやってアラビアンな音を出してたんですね。よし。いや、さすがですね。以前も草花さんのナウシカのアクション&演奏系の講師とかもやりましたけど、天才ですか、あなたは。タイム更新、アラジン・ア・ホールニューワールド、クリアしました。ありがとうございます。いや、しかし、今の、どうしようかな。動画のサムネにしたいけど、アラジンに載せたら一発でアウトだよな。さて、何かうまいこと考えてやりましょう。じゃあ次、やっていきまーす。さんの、10秒マリオ、青刈り抜けハード、こちらのコース遊んでみたいと思います。クリア率約 2% ということで、カピバラさんのコースにしては、かなりの難易度の高さになってますね。あ、なるほど、そういうことか。これ難しいぞ。しゃがみくる。よし。残り6秒でクッパが降ってきてちょっと焦る。しかしこれタイム的にはどうなんだろう。遅いのかな。これしゃがんでジャンプしちゃ間に合わないぐらいかな。でもしゃがみくるしないとどっかで引っかかっちゃいそうですもんね。よいしょ。ああ、ここ
こはどうすればいいかな。そのまま飛び降りてくるかな。ダッシュで降りる感じで。よいしょ。よいしょ。ああ。やばい、今寝起きで撮影してるんですけど、お腹空いてきちゃった。何か食べたいな。よいしょ。ここはやっぱりジャンプしない方がいいのかな。ジャンプなしで次は行ってみます。いやでもそこまで行くのがなかなか難しい。どうなんだろうな。2回くるりかな。あそこまで毎回行けるわけじゃないので。いけたー。やべやべ、危ねえ。あーよかった、最後。なんであんなところでミスするんだろうな。よかったよかった。2つ連続でガリガリがあるところをくるりでうまく抜けられるかどうかがこのコースの最難関、鬼門ですね。なんとか無事クリアできました。ありがとうございます。はい、それでは今日は最後のコースこちらにしましょう。虹のスピードラン、マリメ1周年おめでとうということで、もうマリメ1周年は結構前に過ぎちゃってるんですけどね。クリア率 2%、世界の注目とても難しいから遊んでいきます。三毛猫先生、うちのクールと相性悪そうかな。まずは普通に走る。うわー、そういう系のコース。やばいやばい、これはどうしよう。もうやめたくなってきた。ダメか、どうしよう。しゃがみくるりんジャンプ、よし。いやー絶対今の行き方違うでしょ。にぶつける感じ。あ、もう赤コインは4枚なんだ。ここをどうするかだな。今のでいいかな。上にぶつけて、この先は、おー、なんとか扉に入った。危ねー。すげえ、ブラックパックンじゃなくて、普通のパックン覚えとこう。これでいいか。これでいいし。ブラックパックの扉にお邪魔してすぐに。パックン、これ意外と難しいんだよな。残り17秒、まだ結構ある。やったー、え、ゴール、オッケー。なんだ時間設定甘々でしたね。よーし、ふー、なんとか3コースでこれでクリアできましたね。タイム更新って、そりゃねー、特に大丈夫かな。はい、ではいいねして今日はこれで終わりにしたいと思います。虹のスピードラン、マリメ1周年おめでとう、三毛猫先生のコースクリアしました。今日はこの辺りで終わります。また次回の動画もよろしくお願いします。次はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それではまたお会いしましょう。明日も楽しい一日がきっとやってくる。